こんにちは、山際です。今回の動画はタイトルにある通りなんですけども、南米には泥棒宿というものが存在しますので、これから南米旅をする方はですね、気をつけていただきたいなと思いますので、実際にその泥棒宿で被害を遭わないためのトラブルの回避方法だったりとか、気をつけなきゃいけないポイントみたいなところですね、お話をしていきたいと思います。はい。まあ普通にこうやって日本で暮らして、例えば日本国内旅行したりとか、まあ行ってもアジアとか、アジア周辺とか、アメリカとかカナダとかオーストラリアとかですね、そういうところを旅行しているとですね、泥棒宿っていう言葉がまず、そのキーワードとして頭の中に入ってこないと思うんですけど、南米には泥棒宿というのがありまして、結構ですね、各国にあったりするんですよ。ポイントポイントに泥棒宿が存在していますので、気をつけないと、例えば、宿に泊まりました。で、宿に荷物を置いて、例えばどっか出かけるじゃないですか。観光行ったりとかで、観光行って帰ってきたり、レストランに行って帰ってきたりすると、僕が持ってた持ち物がなくなってるとか、カバンの中に入れてた現金がなくなってたとか、宿 の貴重品ボックスみたいなのがあるんですけど、その中に入れてた貴重品がなくなってるとか、そういうことがですね、起こる、頻繁に起こってる宿がありますので、気をつけなきゃいけないというところですね。で、ポイントとしてまず気をつければいけないというか、まあ、どうやったら回避すればいいかなんですけど、そもそも、まあ、そういう宿に泊まらないということですね。はい、泥棒宿に泊まらないということです。じゃあどうやって、泥棒宿を見極めるかって言ったら、大体ですね、このスマホでパソコンでもいいんですけども、こういうふうにですね、ちょっと映りますかね。南米スペース泥棒宿とかって調べると、大体、ここは泥棒宿ですよみたいな情報が出てるので、こういうのを見ながらですね、検索を事前にしておくと泥棒宿に当たりにくくなります。で、まあ、南米スペース泥棒宿だとちょっと範囲が広すぎるので、例えば次に訪れる、まあ、2個先ぐらいですかね、2個先ぐらいに訪れる予定の都市名スペース泥棒宿とかって調べると、大体情報が出てきますので、はい、まあ、こういうふうに事前にちゃんと調べてから、ホテルを取ったり宿を取ったりするとトラブルは回避しやすくなります。はい、っていうのと、あとちょっと南米旅しててすごいびっくりしたんですけど、日本人経営者の宿が泥棒宿だったとかっていうお話とかもあるんですよね。なのでなんかね、日本人が経営してるからといって決して安心してはいけないのかなとかっていうふうにちょっと思っちゃったりとか、まあすごくなんかそれ聞いて残念だったんですけど、はい、という感じです。まあ一つですね、まずは一つ目、その泥棒宿ということで、宿のオーナーさん絡み、もしくはこれがですね、また警察と、宿のオーナーさんがこう癒着してて、簡単にその泥棒があった、なんか盗難にあったっていうのももみ消されたりすることもあったりするので、まずこれ気をつけなきゃいけないっていうのがまず一つ目ですね。あと二つ目、特に気をつけなきゃいけないのは日本人旅行者です。同じように南米を旅している日本人旅行者ですね、気をつけた方がいいです。っていうのも結構ですね、日本人旅行者によるなんか盗難とかって結構旅人界隈では言われたりしていて、結構ね、日本人同士なのにもかかわらず物取ったりとかお金取ったりする人ってたまにいるんですよ。なので、まあ、日本人だからって安心してるとサクッとね、サクッとお金盗まれたり、物盗まれたりっていうことがあります。なのでこれは気をつけなきゃいけないポイントです。まあこれ南米問わずなんですけど、気をつけた方がいいポイントではあります。はい、ということでですね、ちょっと南米に行ってみて、これは僕がショッキングだったことは、その泥棒宿があるというところですね。まあ、これから南米旅をする方は気をつけていただきたいなと思っております。まあ、大体調べれば情報が出てきますので、しっかりとこのね、本当 1,2 分で済む作業なので、まあ面倒くさいと思うんですけど、パッと調べてみると、まあ
大丈夫かどうかっていうところが出てきますので、きちんと調べてみてください。あとはbooking.com なり、まあ南米の場合は結構 booking.com 使うことがよ多かったんですけど、booking.com のレビューとかをしっかり読んで、大丈夫かなとかいうところですね、気をつけていただければなと思います。はい、まああとそうですね、宿の1日の宿代を、200円でも300円でもちょっと上げるだけでだいぶ快適になったりしますので、まあそういうところケチらないっていうのも大事かなとかっていうのは思います。そんなところです。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。それではまたね。